こんにちは、コスケです。今回はこの新型ステップワゴンとこの新型ノア、実際に山道で乗り比べて走りや乗り心地なんかを比較してみたいなと思っています。じゃあまずはステップワゴンから行きましょうか。ちなみにマイクはどっちの車もこのミラーの上のあたりにつけているので、ロードノイズとかエンジン音も同じ条件で入るんじゃないかなと思います。そのあたりの音についても聞いてもらえると面白いかもしれませんね。ではまずはこのステップワゴンなんですが、今回乗ってるステップワゴンは、今回乗ってるというか僕が買ったステップワゴンは 1.5 ターボの 4WD プレミアムラインとなっています。スパードですね、スパードプレミアムラインとなっています。残念ながらこのステップワゴン 1.5 ターボしか四駆がないんですよね。 EHV のハイブリッドの四駆がないので、今回は 1.5 ターボを買っております。なので動力性能はやっぱりハイブリッドのノアとはちょっと違う部分もあるとは思いますが、山道を少し走ってみての走りとか乗り心地なんかをまずはチェックしてみましょう。あとマイクがついている位置が同じなので、ロードノイズなんかもだいたいわかるんじゃないかなと思います。でこうして乗ってる感じだと 1.5 のターボでも動力性能的にはそんなに不満はないんじゃないかなと、そんな気がしております。やっぱり発進の時の滑らかさっていうのはハイブリッドの方が断然滑らかなのと、あとはやっぱりアクセルをグッと踏んだ時の加速感はやっぱりモーターの方があるんですけど、街中をこうして走ってる限りだと、そんなに動力性能に不満はないような気がいたします。なんか今回のステップワゴンも本当しっとりした感じになっていて、直進安定性も元から高かったけど今回もやっぱり高いですよね。どっしりどっしり走ってくれる感じです。ここ結構ザラザラの道路なんですが、そこまでロードノイズもうるさくないですし、車内に伝わってくる振動なんかも少なめですよね。もちろんすごい高いいい車に比べるとハンドルにちょっと振動は伝わってくるんですが、でも気にならない程度だと思います。で発進に関してはやっぱり CVT ということもあって、出だしはちょっとエンジン回りますよね。今回のステップワゴンってこのインパネも含めあんまりミニバンっていう感じしないんですよね。フロントウィンドウもちょっと立ってるのか、通常のミニバンに比べるとちょっとこう小さく見えるというか、多分フロントウィンドウの面積そんなに広くないと思うんですよ。でこの辺のインパネもすっきりしてて、運転席に座ってるとそんなにミニバンっぽくない感じはしますよね。EHV だとパワーもすごいあるんで、乗って楽しそうだなっていう感じはしますが、なんで四駆のハイブリッドが出なかったのか残念ですね。ただエンジン音とかは滑らかで気持ちいいですね。ブルブル振動もないし、音もそこまでうるさくないので結構気持ちいいエンジンだと思います。 1.5 のターボということもあって、低速から低回転からトルクもあるし乗りやすいエンジンですよね。さあ山道に入りましたね。一応メーターも映しておりますが、このステップワゴン結構急なコーナーとかでも楽しく走れて、背が高いミニバンにもかかわらずボディがフラフラすることなくコーナーも気持ちよく曲がってくれます。で 1.5 のターボですが動力性能も十分なので、坂道を走っても特に不満に感じるようなことはないんじゃないかなと、そんな気がいたします。ガタガタした道だと若干突き上げは感じるかなっていう気はしますが、でも乗り心地はかなりいいんじゃないでしょうかね。これガソリンエンジンなのに全体に
滑らかなんですよね。なので走っていても楽しい車だと思います。ロードノイズとかはどうでしょうかね。マイクの位置ほぼ一緒なので、こう周りの音でだいたいロードノイズわかるんじゃないかなと思いますが、結構静かだと思います。でこういう道をガタガタしてコーナーがあるような道を走っても、もう全然不安定になることはないですね。コーナー曲がるときにちょっと気持ちよく気持ちよくなります。でエンジンの回転もそんなに上がってないですよね。 1.5 のターボということもあって、低い回転数でも十分山道を登っていくことができますね。4WD もああいうコーナーを回ってるときはリアのタイヤも動いてるはずなんですよね。特に表示はないんですけど、リアのタイヤを回っているはずで、まあ、おかげで気持ちよくコーナーを曲がることができます。ステップワゴンのホームページ見てもらえば、ちょっと4駆性能については書いてありますね。お、結構きついコーナーですが、いいね、楽しいですよね。ハンドルの重さも当然ベゼルとかに比べるとちょっと軽いんですけど、ミニバンとしてはそこそこ手応えがあってどっしり走ってくれますよね。この後ノア乗りますが、ノアよりもハンドルしっかり手応えがある感じなので、まあ、女性だとちょっと重いかもしれませんが、男の人はね、山道走るとちょっと楽しい気分になると思います。そう、エンジンの回転もそんな上がんないんだよね。2000回転ぐらいだと、エンジン音も静かですよね。ちょっと入ってくるかなっていうぐらいで、もちろんこういう山道を走ってても楽しいんですが、ロングツーリング向きの車ではありますよね。どっしりしてるということもあって、長距離を走っても快適に走れる車じゃないかなと、そんな風に思います。今回ステップワゴン 1.5 のターボなんですが、本当この 1.8 トンのボディをぐいぐい引っ張っていってくれる、そんなパワフルなエンジンになってますね。それではここで U ターンして戻ろうと思います。いや、本当走ってても楽しいミニバンですね。さあ次はこの新型ノアでございます。ノアはやっぱりミニバンっぽいフロントウィンドウですよね。このガラスの面積が広く寝ているので、多分カメラを通して見てもこっちの方が開放的な感じはあるんじゃないでしょうかね。僕が乗っててもこっちの方が開放感はあります。今回のこの新型ノアも新型ステップワゴンもそうなんですが、乗り心地先代から格段に良くなっていて、で特にこのノアは先代からの上昇幅がね、改善幅がかなり大きくなっています。ザラザラな道走るとちょっとノアの方がハンドルブルブル振動が伝わってくるような気がしますね。あとやっぱり今回四駆のハイブリッドがあるということで、僕 E4 買ってますが、発進は本当滑らかですね。エンジンがかからない状態であれば当然 1.5 ターボのステップワゴンよりもこっちの方が滑らかで気持ちがいいです。エンジンかかるとエンジンの雑味みたいのは、まあ、振動とか音とかは、まあ、ノアの方が伝わってきますね。まあ、やっぱり同じようにエンジンが回っているのであればステップワゴンの方が振動も少なく音も静かかなという感じはします。
でもエンジンが回らない状態でこういう綺麗な路面走ると気持ちいいのはこのハイブリッドのノアですね。でちょっとメーターも映していきますが、今回の E4 からリアタイヤガンガン動くようになっております。いやでもこのノアボクシーも本当走り良くなっていて、コーナー曲がっても気持ちいいですよね。滑らかですし、ロールもかなり抑えられてるなという気がします。でハンドルはこのノアボクシーの方が軽いですね。なのでやっぱりしっかり感はステップワゴンの方があるかな、軽快感はノアボクシーっていう、まあ、そういう印象でしょうかね。ただフラフラしたりっていうことはないので、とても気持ちよく山道走ることができます。でモーターの出力が上がっているからか、アクセル踏んだ時のレスポンスとか加速感は 1.5 ターボのステップワゴンと比べるとノアボクシーの方がありますね。気持ちよく加速してくれると思います。ただエンジン音とはあまり連動しないので、昔の CVT のラバーバンドフィールのような感じはあります。いやでも楽しいね。ガタガタガタっていう路面だとちょっと突き上げ感このノアボクシー感じることあるんですが、こうボコ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 っていうこういう補修した跡みたいな、こういうボコボコはすごい気持ちよく走れます。こういうつなぎ目みたいのはあまり得意じゃないものの、ポコポコした路面だとすごい気持ちいいね。あの道路との接地感みたいなのはノアボクシーの方が若干上回ってるかなっていう気は僕はしますね。ミニバンはそんなに走りを求めないという人も多いと思うんですが、楽しいに越したことないですからね特に僕は街中以外でもロングドライブもするので、楽しいに越したことはないんですよね。でロードノイズとかはどうでしょうかね。僕は乗ってる感じだと同じぐらいかな。あのミニバンによくあるボワーっていう車内に響く音はノアボクシーの方が少ない気がするんですけど、直接音入ってくる音量自体はノアボクシーの方がちょっと大きいかなっていう気はしますね。ちょっとステップワゴンボーって音こもる感じあるんですよね。多分カメラを通して見てもこっちの方が、ここ結構ザラザラの、僕が乗っててもこっちの方がもううるさくないですし、こう車内軽くてヒュッと曲がってくる。ミニバンでこれだけ走れれば意外と今回の感じがいたします。あ、メーターの走りの面で勝負すると気持ちよく曲がれるのはノアボクシーと、それじゃあステップワゴンはここまで振り向いている安定感のあるステップワゴンという、まあ、ステップワゴンとの違いがどんな感じなのか、やっぱり重量が軽いということもあってか、山道はノアボクシーの方が走りやすい感じしますね。やっぱ重量の差って結構大きいのかもね。こういう継ぎ目のとこ通るとよいしょ、気持ちよく曲がれるね
で、急なカーブを曲がるときは、軽い。やっぱり軽いですよ、ノアの方が。こういう継ぎ目のとこ通ると、で、急なカーブを曲がるときは、よいしょ。軽い。気持ちよく曲がれるね。やっぱり軽いですよ、ノアの方が。本当、今回のノアボクシーのプラットフォーム刷新は大成功ですよね。めちゃくちゃ走りが良くなったので、ミニバンとしてはやっぱり2ランクぐらい走りがアップしてるなと、先代から比べて。そんな感じがします。軽快感、ボディが軽いっていうこともあるのかもしれませんが、路面をしっかり捉えてクッと曲がれるのはノアボクシーかなっていう気はしますね。ただこう高速乗ったりゆったりツーリングしたりするような時はステップワゴンの方がどっしり乗れるので、ステップワゴンで行きたいかなっていう、そんな感じかな。あ、でもこの中、やっぱりそうですよ、車内で反響する音はノアボクシーの方が小さいと。さっきステップワゴンでここ走った時に結構ボワーって車内に音響いてたんですよね。全然ノアボクシー響かないので、走る場所によってはノアの方が静かかなっていう気はします。でも直接入ってくる音は多分ステップワゴンの方が小さい気がするんだよね。いや、本当めちゃくちゃいい勝負ですね。先代とか乗り比べると、僕ステップワゴン乗りたいなっていう気持ちはすごく大きかったんですが、今回は本当いい勝負で、ノアの進化度合いに驚きですね。ああ、やっぱりそうだね、若干車内で反響する音はノアの方が小さい気がします。やっぱりそうだね、若干車内で反響する音は小さい気がします。意外と今回のミドルクラスミニバン、走りの面で勝負すると軽快感のある気持ちよく曲がれるノアボクシーと、どっしりとロングツーリングに向いている安定感のあるステップワゴンという、そういう感じなのかもしれないね。もちろんステップワゴンもコーナー楽しく曲がれますし、ノアボクシー高速で安定してないわけじゃないので、もうどこ走っても直進安定性も高い車なので、どっちを選んでも不満は出ないんじゃないかなと、そんな気がいたします。どっちかといえばノアボクシーの方がちょっと警戒感があってコーナー曲がった時に曲がりやすい、どっちかといえばステップワゴンの方がどっしりした感じがあって高速とかゆったりクルージングするときは走りやすいっていう、そういう印象を僕は受けました。今回はこのノアが納車されてまだ1週間も経ってない状態での乗り比べということになりましたが、ただ今乗った感じだと、さっき言った通り、どっちかといえばどっしりとした安定感のあるステップワゴンと、軽快でコーナーを曲がりやすいノアというような印象を僕は受けました。乗り心地もすごく似てるんですけど、ザラッとした路面だと振動が若干ノアの方が伝わってきやすく、ステップワゴンの方がこう滑らかな感じはちょっとあるかなという気がします。静粛性に関してもすごく2台同じぐらいのレベルにあると思うんですが、
エンジン音が大きいのはやっぱりノアだと思います。エンジン回ると振動も伝わってきて音も結構大きく入ってきます。路面からの音に関してはステップワゴンの方がやや入ってきにくい感じはするものの、こう車の中でボワーって鳴るような音はノアの方が少ないかなっていう、そんなような印象を僕は乗っていて感じましたね。いや、どっちもいい車ですよね。どっちもいい車なので、もうあとは車内の広さとか安全装備とか、まあ安全装備はもうこのノアの方が結構優秀な装備たくさんついてるので、その点はノアが有利ですし、車内の広さはボディが大きいということもあってステップワゴンの方がやや有利という感じで、でボディ大きいのに小回り効くのはステップワゴンなんですよね。いやー、どっち買おうか悩んでる人は自分の使い方に合った車にした方がいいかなと。街中中心で乗るならノアの方が軽快な感じがあって乗りやすいかもしれないね。でロングドライブとか結構通勤の時間が長いとかっていう人はステップワゴンの方が安定感があって、うん、まあ、結論としてはどっちもいい車で自分の使い方に合った車を選ぶのがいいなと、まあ、そういう結論に僕は至りました。ちなみに僕がメインで使うのはノアですね。車の性格的にはステップワゴンの方が合ってるとは思うんですが、走行距離がいかんせん長いので燃費のいいノアを僕はメインに使っていこうかなと思っております。それではまた次回の動画をお楽しみに。